がとうございます、ね。はい、皆さん勉強で拍手をね。ありがとうございます。よろしくお願いしますと。でも早速なんですけども、あの何歳になっても夢を持つっていいことだなと思うんですよ。あ、それはいいことですよ、うん。夢があるからね、そのために努力しようとかなりますから。でしょ、はいはい、で僕もね、恥ずかしながら夢がありまして。うん、おお、いいんじゃないですか、あなたの夢って何ですか。トトロに会いたい。ふざけてんのか。ふざけてんのか。話が違うじゃない。話が違う。じゃあ俺のセリフなんだよ、もう話が違う。もっと真面目な話をしてくれる。じゃあ気マジだから。いやマジで言ってんだとしたらやばいぞ。マジなのよ。なんでお前いい年こいてお前トトロに会いたいってどんな夢してんだよお前。これマジだから。マジだからじゃねえよ、うるせえな、ちゃんちゃらおかしいねお前。でも今日よくないよ、なんか人の夢笑うみたいなのは。いやだ、笑うだろ、そんなお前いい年越えてトトロに会いたいってお前。じゃあ例えばね、キヨが今から野球始めて、メジャーリーグ行って、ホームラン、大谷選手みたいにホームラン打ちたいって言ったらするでしょ、俺、笑うよ。笑うんじゃねえか。笑うなよお前、それは無理よ。ちょっと待って、俺のメジャーリーグの夢が無理で、なんでお前トトロに会えるのが勝てると思ったんだ。俺のトトロの方が可能性高いじゃん。お前なんでだよ、そんなわけねえだろうが。え、じゃあキヨさん、そのメジャーリーガーのためになんか努力してる。いや、してねえよお前。俺別にメジャーリーガーになりたいと言ってねえだろうが。あれだっけか。だっけかじゃねえよ、うるせえ。お前が勝手に例え話にしただけだろうが。じゃあお前トトロに会うためになんか努力してんのか。お前どんぐり集め、ふざけてんのか。ふざけてんのか、お前。そんなんで会えるとは思うなよ、トトロに。あと松ぼっくりも。なんで松ぼっくりも集めてる。トトロ喜ぶかな。喜ぶかなじゃねえよ、うるせえな。じゃねえ、無理だお前の夢は。だからちょっとでもね、なんかあの可能性高めたいから、今日ちょっとトトロの名シーンやろう。なんで可能性、トトロの名シーンやったところで可能性は上がんねえよ。だからさ、キヨ、トトロやってます。俺トトロやんの。そりゃそうでしょうよ。どちらかと言ったらおめえの方がトトロだろうが。いや俺トトロやってる、俺会えないじゃん。だキヨトトロやって、ほらトトロってふわふわじゃん、あの毛生えてるでしょ、キヨも顔から毛生えてるじゃん。顔から毛生えてるヒゲだ、ヒゲこれ、ヒゲだよ。じゃあキヨトトロやって。分かった、じゃあ俺がトトロやればいいのね、まずはあのメイちゃんとトトロが出会うシーン。出会うシーン、そうそうそう、あの中トトロがどんぐり落として、それをメイちゃんが見つけるのね。あるね、多分あれ皆さんもね、あのトトロであの名シーン多分分かると思います。そうそうそう、でちょっと中トトロやってどんぐり落として。俺中トトロもやるの。中トトロ、そりゃそうでしょうよ。何いきなり大トトロやろうとしてんの。いや、そのトトロに対してのリスペクト知らねえけども。急にうぬぼれ出したな。なんでうぬぼれ出しちゃった。別に俺やりたいなんて一言も言ってねえから。まずそれ段階踏まないと。うるせえな。で俺メイちゃんでどんぐり見つけるから、ポトはポトどんぐりどんぐりどんぐり。やったやったやった。追っかけろよお前。俺バカみてえじゃねえかよお前、こんなんやっててお前。あ、そうか。そうかじゃねえよお前、追っかけてこい。どんぐり嬉しすぎて。嬉しすぎてじゃねえよ、うるせえな。追っかけてくんだろ。追っかければいいんだ。その後にお前大きいトトロに会うんだろ。そうそうそう、まあ、ポトはっ、どんぐりどんぐりはっ、あー捕まえた。捕まえるなよ。終わりだぞここでお前。大きいトトロ出てこねえぞお前。完全に俺のミスだ。お前のミスだよ。そうだよ、お前のミスだよ。そうか。そうかじゃねえよ、ええ、捕まえちゃダメなんだ。でも終わりましたと。なんで終わりました。終わりましたと。終わりましたじゃねえよ。じゃあもうなんでこのシーンやらせたんだよ。いよいよもう大トトロに会うところ。大トトロに会うとこね、多分ね、これも皆さんもね、多分イメージ強いと思います。中トトロ追っかけてたら、メイちゃんがコロコロコロって落ちちゃうのね。落ちちゃってね、 そう、そこでトトロに初めて出会うわけですよ。で、その時にトトロはこう寝てるのよ、で、そこでメイちゃんがこうドスンってなって、で、自己紹介し合うっていう。おうおうおう。だから、キヨちょっと寝てもらっていい？はぁ？お前何やろうとしてんの？いや、だからそのシーンよ。乗っかる気なの？え、だってそういうシーンだよ。いや、そういうシーンじゃねえ。お前何キロあると思ってんだ、お前。5歳の100キロ？バケモンじゃねえか。バケモンだろお前、5歳の100キロって。お前そういうシーンだから。いや無理だよ100キロは。ちょっと文句を早うに言ってよ。早うに言ってって、なんでそこまでリアルに再現しなきゃいけねえんだお前。ちょっと寝てて。もう最悪、俺もう今日こんなつもりで来てないよ俺。なんで俺もずっと見てくんだよお前。じゃあトトロね、大トトロ。ちょっと怖っ。何を躊躇してんの。じゃあ怖いんだって。何が怖いの。100キロが降ってくるだろ。5歳だよ。うるせえよ。
あーゴロ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 あーどすんあーふわふわだあお大きな動物私の名前はメイあなたはなんて私の名前はメイあなたはゾウトロなんてゾウトロはあなたトトロって言うのねうえっうえっどけシーンいいかな。いやもうふざけんなお前。次のシーンもう詰まっちゃってるから。お前なんで これで抑えたんだよ。だってこういうシーンだもん。俺今呼吸できなかったぞお前。まあ、でも夢のために多少の犠牲は必要だから。まあ、俺の犠牲じゃねえか。お前何も痛い思いしてねえだろお前。ちょっと次のシーン行こう。なんで次のシーンでもういいだろこれやったらお前。全然足りないこんなんじゃ。おい。で次のシーンがあの初めてさつきちゃんとトトロが会うところ。ああ初めて会うところね。そう。ああ分かりました。うん、あのだからお父さんのお迎えにね雨の日に行ってバス停の中ですよ。で皆さんもこれ覚えてると思う。そう。じゃそこやろう。ああお父さん遅いな。メイも寝ちゃった。はっはっ。カンタのおばあちゃん。ちげえよ。出てこねえだろあそこで。カンタのばあちゃん出てこねえだろお前。だっけか。だっけかじゃねえ。お父さん待ってる時にお前水が冷たくなるまでって言うのかよバカだろお前。ジブリ舐めんなよこれ。あそうか、俺のミスだわ。お前のミスだよ、トトロだろ。トトロに会いてんだろ。時はトトロな。カンタのばあちゃんに会いてるわけじゃねえだろ。違います。おい、もうカンタのばあちゃん会ってるから。うん、はあ、お父さん遅いな。メイも寝ちゃったし。もしかしてでも傘がちっちゃい、かわいそう。これよかったらお父さんの傘バルス。話変わってんだ別な作品になってんだそれ。お前のミスだぞ。確かに確かにじゃねえよ。シータになっちゃってた。シータになっちゃってたじゃねえよ。タカシータ。うるせえな残念だよ。なんだ高橋いたって。で会いましたと。なんなんだこいつ腹立つなこの笑顔は。で次のもう大好きなシーンあるのね。ああ大好きなシーン。そうあの夢だけど夢じゃなかったっていうシーン。ああ夢だけど夢じゃなかった。これも名シーンですよね。そう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 。皆さんも分かると思います。起きたらこう目が出てんの。はい、目が出てるもんね。はいはい。お姉ちゃん起きて。何？はあ、目が夢だけど夢じゃなかった。夢だけど夢じゃなかった。夢だけど夢じゃなかった。トトロ出てこねえよ。トトロ出てこねえだろここで。マジか。マジかじゃねえよお前。お前トトロに会いたいんだよね。そうです。そうですじゃねえよお前。なんでトトロの出てくるシーンやんねえんだよ。あれキヨちゃんとトトロやってた？やってたよ。やってたから出なかったんだよ。あそうか。やってたから参加しなかったんだよ。なるほどね。なるほどねじゃねえよお前本当にお前。でこのシーン終わりました。なんでそんな楽しそうな笑顔で言ってくんだよ。でね次がねもう一番ハラハラするシーン。一番ハラハラするシーン。そうどうなっちゃうんだろうっていう。メイちゃんがお母さんにトウモロコシを届けるためにこう出かけんだけど、この迷子になっちゃうのね。ああもうラストだもう佳境のシーンだよ。で村の人たちでみんな探すんだけど見つけられなくて、メイちゃんがもう藁にもすがる思いで森の神様にお願いトトロに会わせてって言って。メイちゃんじゃねえサツキちゃんだよ。サツキちゃん。サツキちゃん。サツキちゃんだよ。うんサツキちゃんに言うのね。サツキちゃんが言うのね。でそれであのトトロにあのコロンコロンコロンってなってあのトトロの上にドスンってなってでトトロがこの助けてくれるっていう。だから分かるよね。うるせえなねえやり手のお前 AV 監督かなんだこいつは。もう分かるよね。いやもう無理だって。もう本当にきつい。もうここやりたいから。もうトトロに会いたいから俺。お父さん助けてお父さん。ちょっと変わるここだけ。お父さん今ショートトロやってるからお父さんショートトロだったの。白いでしょ白いでしょ白いでしょ。そのために白いの着てきたわけじゃねえよお父さんだってバカ。いやもうほんときつい。じ
な何膝立ててんのよ。いやそれちょっとでも防衛しようとして、いやもうそこはもうちょっと怖いんだって本当にこれ。あ、メイどこにいるんだ、お願い森の神様トトロに合わせて。ああどさんおっあっどうから何喋らないで、ここトトロ喋んないから、トトロ喋んないお願いトトロ静かに静かにして喋らないで、静かにお願いトトロ、メイが迷子になっちゃったの、私メイがもうなんかどうにかなっちゃいそうで、お願いトトロ助けてお願いトトロ、お願いトトロお願いトトロお願いトトロお願い、どけお前お前お前なんで俺起き上がろうとした時にこうやって押さえたんだよ。話聞いてくれるかな。やかましいやお前うまいよ、ほらさつき来い、ほらほらほらなんかトトロ木の上、木の上、あ、木の上、木の上にほら飛んでったぞ、ほらバンバンバンつって目が回る、ほら見てみろ、ほら木の上だ、ほらあ、ほんとだ、木の、ちょっとなんかこのトトロじゃないなトトロじゃないわどうしたのどうしたのよ、これ頭おかしくなったわけじゃねえよ、お前なんか辛い辛いよこのネタ辛いよ、なんか辛いことあった、辛いことはこのネタだよ、いいじゃねえ、これも名シーンだろ、お前こうやって叫んで猫バスを呼ぶんだよ、お前猫バスが現れるんだろ、てててれれてててれれ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 って来るんだよ、こうやってお前、あ、ループル猫バスだってなんでループルってお前仙台の名所回んなきゃいけねえんだよ、いいから乗れ早く、メインとこ行けボケちゃんとトトロやってもらっていいですか、早く行けよ、あ、見てトトロ、ああ目的地がパチャンパチャン、そうそうそう、目的地が出てきてね、ちゃんと最初メイってなるんだよ、随王殿ループルじゃねえかよいつまでループル乗ってんだお前、ループル大好き、いや、ループル大好きじゃねえ、うるせえな、もういいだろ、もういいだろお前、2回も人の上乗っといて、確かに今日俺結構満足できた、なんで結構ってちょっと満足できてねえんだ結構満足できた、なんでちょっと満足できてねえんだよ、腹立つな、結構満足、満足だろ、もういいだろ、ありがとう、うん、あ、でもね、これ今やってちょっとあの、もっとやりたいこともできた、もう一回、いや、もういいだろ、お前次何やりてんだよ、お前次俺、あの黒猫やるから、うん、今日、マジやってもらっていい、絶対嫌だよ、いい加減にしろ、頑張りましょう。